でございます、皆さんからたくさんのお言葉を頂戴したいと思いますので、手短にやりたいと思いますが、本当に感激しました。ここはですね、民主党の全盛期に蓮舫さんがここでやってね、わーっとすごいと言わせたんですが、それ並みですよ。本当にびっくりしました。本当にびっくりしました。そして今日昼間ですね、早い時間、玉上さんと私同道しまして浅草に行ってきたんですが、仲見世でもですねすごいんですよ。向こうからどん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 握手を求めてくるんです。でおそらく松江さんとか細川さんもあそこら辺多分通ると思いますが、それはもう地元の都会議員や区会議員が先導して無理やりにこっちから握手を求めるスタイル、これが普通選挙のスタイルなんですが、しかし向こうからですね、玉上さん、玉尾さん、玉さんとか言って握手を求めてくる。私も今まで選挙の応援いろいろやってましたけど、こんなことはないんですよ。でおそらく去年の12月とかですね、今年の初詣に玉上さんが浅草寺に行ったら、どっかで見たことがあるおじさんだなぐらいだったと思います、正直言って。それをわずかわずかの期間に皆さんがここまで押し上げてくださったんです。本当にありがたいと思います。で今日もね、ここにもたくさんの方がいらっしゃいますけど、とりわけ驚くのはですね、若い女性が多いんですよ。若い女性が多いんです。はい、こんなね、選挙権がない若いお嬢ちゃんもいらっしゃって一生懸命応援してくれてますが、友上さん今下ですか、まだ。はい、友上さんはですね、今ちょっと寒い中ずっとやってますんで、ちょっと生理的なあれでまたすぐ駆けつけてまいりますんで、なぜこんな噂をすれば陰で上がってまいりました。はい、サーモガミ、はい、あとでいくらでもいいチャンスはありますんで。で私ね、本人がいない時に思い切り言おうと思ったんですけど、なぜこんな若い女性が増えたか、本人はイケメンだからとか言ってますけど、それ絶対嘘です。なぜかというとね、やはり女性は本能的に誰が一番自分を守ってくれるかということが分かるんですよ。でましてね、こういういつ大地震が来るか分からない時、やっぱり玉上さんみたいに命を懸けることを仕事に何十年やってきた人こそが命を守ってくれる。それは都知事だけの話ではありません。秋葉原でこういうようなことを訴えたときに、秋葉原は皆様ご承知のように数年前大変不幸な事件がありました。その後私訴えた後、下に降りたら、ある本当に私顔も知らない女性ですが、もしあの時に玉上さんがいたら助けてくれただろうと本当にね言うんですよ。つまりこれはもうね、知事とか行政マンとかヘチマとかいう以前に人間としての信頼感が玉上さんにあるんですよ。ここでちっちゃいお子さんね、今一生懸命うちは振ってくださってますけど、このちっちゃいお子さんのところにもし不幸にして暴漢が来たらですよ、玉上さんおそらくここ滑り落ちても助けると思います。ここはね、細川さんならもうここのはしご降りられませんよ。松江さんならあの人要領だけはいいから、そ知らぬ顔して見て見ぬふりをするでしょう。玉上さんってね、助けてくれる人なんですよ。この訴えがね、本当に日々浸透しています。でこれは今日の産経新聞なんか見ると、20代30代の男の人には非常に高い支持率を受けてるんですが、本来玉上さんを一番支持しなきゃいけない、一番頼らなくちゃいけないね、ご高齢の方にまだ伸びてないんです。でこれは我々応援する側の訴え不足もあるんですけど、しかし私心配していません。もう近々おばあちゃんの原宿である巣鴨地蔵通りも行きます。そういうところに行って生玉神を今ね、ちっちゃいお子さんの間で玉神なんていう早口言葉も流行ってるみたいですが、生の玉神さんを見ていただければ、長い人生経験があるおじいちゃんおばあちゃんなら誰が一番信頼できるかということを分かっていただけるはずだと思います。でその実例があるんですよ。私のおばがもう80歳ですが、東京で一人住まいしています。
でもう我々が施設に行けと言ったんだけど、やっぱり昔の人だから生まれ育った家で死にたい。でもう本当に直下型大地震という話を聞いて半分ノイローゼになってたんですね。そのおばあちゃんが玉神さんが離婚すると聞いて助かったと思ったんですよ。助かったと思った。でこの人は玉神さんが訴えてる他のことにはほとんど興味がないんですが、玉神さんなら命を守ってくれる、命を救ってくれると、やっぱりこの81つの経験、女の勘で分かるんですね。ですから私ども高齢層にまだ浸透してないということを聞いて逆に安心しました。これなら伸びます。もう松江さんや細川さんは伸びきっちゃったゴムみたいなもんなんですよ。ところが我が方は本当に弱小船体ですから、まだ訴えるべき層に訴えきれてないんです。これを訴えきったら絶対に変わる。皆さん考えてみてください。松江さんには大自民党の東京都連がついています。安倍さんは多分松江さんではないと思いますが、一応自民党としては松江さんです。そして細川さんには落ち目とは言っても民主党がついています。そしてもう一人の宇都宮さんには共産党と社民党がついています。我が玉神は何もないんですよ。皆さんお一人お一人が支えてくださってるんです。で皆さんが支えてくださって、わずか選挙始まって3日目ですよ、3日目でこういう状況になってるんですよ。まだ2週間あるんです。マスコミが3位だとか4位だとか言ってますが、こいつらを欠かそうじゃないですか。皆さんインターネットでここまで支えていただきました。もっともっともっとやっていただきたいと思います。20代30代の男性での支持が高いのはまさにこうです。しかしこれからはさらにですね、ご高齢の方に訴えていかなければいけません。まあ、ここら辺はこれのノウハウは常連さんが後で言うと思いますが、どうか皆さんですね、ネットをやれる方々、玉神をネットで応援してくださっている方々、自分のお父さんやお母さんや親戚のおじさんおばさん、電話で訴えてください。本当に玉神がおじいちゃんおばあちゃん高齢の方に一番頼りになるのは玉神だと。で命がけでやります。おそらくここで命がけでやるとかいうことをみんな言うでしょう。政治家5万と言います。こんなのはほとんど嘘です。まあ、山田洋次さんは嘘じゃないかもしれないけど、ほとんどの政治家の命がけだって嘘です。しかし玉神だけは本当なんですよ。なぜかというと、この人は命を懸けた仕事を何十年とやってきた人なんですよ。その実績があるんです。本当に命がけで頑張る人です。この大地震が予想される東京で、この人、この経験、そして本当に命がけで頑張るこの玉神を使わないではないんです。その訴えが日に日に広まってこうなってます。どうか皆さん電話をかけてください。ネットを叩いてください。喫茶店に行ってもタクシーに乗っても、玉神玉神玉神と言ってください。お買い物をしても、ここのお豆腐おいしいな、玉神年をと言ってください。本当に広めてください。まあ、皆さんが広めていただいたら本当に本当に選挙一気が起きます。私はそれ今確信してます。頑張りましょう、頑張りましょう。ありがとうございました、ありがとうございました。